こんばんは、メンマジン C でございます。えー、今日はおわかき放送ですね。まあ、書けるだけホワキン・ヘニクスを書いていこうという放送になります。どうぞよろしくお願いします。パンフレットがない。<laughs> くそ、あった。じゃあ役者ですね。パイパイこんばんは、よろしくお願いします。 あまああとは適当に皆さんが話したい雑談でもすればいいんじゃないのと思いながらあ私は絵を描くということをすると思いますのでどうぞよろしくお願いします今日はでもキャラ掴かみの感じかな初めて描く人だからどんな特徴的な顔があるのかっていうのをまず分かんないとダメなんで まあでも、初老の爺さん書こうとすれば、多分、ホアキン・グフェニックスになるとは思うんです。よろしくお願いします。よいしょ。別に、キアヌでもいいような気はするんですが、そうだ、多分、キアヌ・リーブスってブスがつくから、皆さんコメントできないんですよね。キアヌとしか言いようがないような気がしますけど。 日本語は不自由ですなよしか今日ニュースあるかね雑談しながらできるニュース的ななんかある うん、ああそういえばあのああ,う,あ,あうにてん,てんだと打てるんだああ天才さすがありがとうございますまあそんな感じでございます眉毛が太いんだよねこの人はね むずいあのキャンプ場で行方不明になった女の子の捜索が打ち切られたそうでよ、えー、しょあれだよねやっぱ我々は事件が起こってからいろいろ知るわけでうーん,なんてつったらいいかな だから自分には降りかからないと思ってるからその子供から目離しちゃったりするんでしょあ,のあれはでも僕は自業自得だと思うんだよね。かわいそうだとは思うけど何であの時一緒についてあげられなかったんだろうという典型的なやつだなと思っててよいしょでもほらかわいそうな女の子が。 うん、行方不明になったりすると誘拐なんじゃないかとかさ。いろんな説が出てさ。水木プロダクションのツイッターでこの前出てたんだけど、資料、はい、室整理してたら。未発表の鬼太郎の原稿が見つかったそうで、事務所の社員一同驚いてたって書いてあった。うーん。ある。いや、でも、あるんじゃないの、そういうことも。 よかったね。じゃあその発表をみんな待ちましょう。いやあでも僕前にさ手塚プロダクションでさ手塚治虫の引き出しの中から出てきたっていうあの獣の絵あってさそれをさなんか出てきたっつってさあのねドロ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 って書いてるやつね。あ,のあれだ誰にも見せたくないからそこにしまってたんじゃねえのかいっていうのがあってさ <laughs> あのそういうのあれだよね生き残った人たちはデリカシーがないよねそっとじっていうことを絶対してくれないんだね、えー、ああいうのダメだなと思いますよだからその水木プロダクションに残ってる人だって奥さんまだ生きてんだっけ水木プロはねあと娘さんとか家族で水木プロやってっからなんだろうけど <laughs> あの どこもそうだね、藤コプロもそうだし石森プロダクションもそうだけどさあの親族が金の傍者になってる系は本当になんか見ててつらいところがあります。<laughs> まあでも水木さんは金儲けがしたい人がちゃんと金儲けできたらいいからっていうのであのどうぞどうぞっていう人でもあるからさ、うん、まあその辺はクリアなんだろうなとは思うんですけどね。 赤塚不二雄の娘とかねうんだからお粗末さんが生まれるわけでよかったじゃん <laughs> まあでもやっぱだから今後大変なのは鳥山明とか富樫義孝とかあと井上武彦なかな井上武彦にかの家族が 井上武彦が作った「スラムダンクとか「バカボンド」の権利をなぜあの人がその「スラムダンク以降アニメーションとかさドラマにさあの提供しなかったかってことを考えた方がいいと思うんだよねそだからそこの表現に何も期待してないからであってさ出なきゃバカボンドなんて絶対 <laughs> みんな喉から手が出るほど欲しいコンテンツなんだからさ <laughs> そそこで流出していくんだろうね悲しいねまあでも今のいちなみに今朝あの日曜の朝やってる「ゲゲゲの鬼太郎」ご覧になってる方います 僕も2回ぐらいしか見たことないんだけどインスタ映えを気にする女の人対キバ番号だが北京県人だかっていう回とかぐらいしか見てないんですけど今の鬼太郎ちょっとおかしいからねあの, <laughs> あのこの話子供が見て面白いのかなとかさあのなんだろうな頭の足りない人が世相を切ってる感じがすごくして。 僕はとても気持ち悪かったりするんですけどそういうのとか全然許可が出ちゃうわけだそれが鬼太郎らしさだとかさ鬼太郎じゃなきゃできないとか思い込んでやってる人のせいで <laughs>、うん、フジテレビかなフジテレビであり東映動画であり ああいうの見るにつけんだろうなちょっと違うかなと思ったりはいたしますね、うん、ありがとうございますんだろう出てこないものには出てこない理由があるわけで <laughs> 秘蔵のイラストがとかそれは出るだろうようんでもそれが今はさ そうね今の時代において水木しげるが本当に描いたものであるっていうものを見分けられる人っているんだろうかと思ってさいないじゃないのだってみんな水木しげるのあの絵とかさ拝見、まあの点々とかさど,どれだけアシスタントが描いててさ分量的に何どう描いてるかっていうの知らないでしょ だから水木っぽい絵を描いちゃえばみんな騙される人たちばっかりなんでしょもしくはね偽物だろうと別に構わない人たちなんでしょって思うかな別になんかいいやと思いますね。<laughs> 悲しいこんばんは,こんばんは。これホワッキン・フェニックスの今模写の練習してるとこです。 よいしょくたびれた人を描いておりました。むずいね。だからこ,この人もともとイケメンの人なのにわざとダイエットとかして。 書いてるから大変なもんですなと思いますけどまあまあ気が済むまで書いたりあとは雑談したりしますジョーカーカの人そう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 ジョーカーの人ですね今掴むためにどういう 顔の人なのかなと思って。今日はだから下書き的な。本格的に描かない感じ。 からどんどんん増えるだろうねそうねねそやって、ね、逆にそういう親族がいない漫画家とかさ一生独身貫き通す高橋留美子とかさあでも結局高橋留美子には兄弟がいるからそっちが管理しちゃうのかうーんね心配になるね多分うるせえやつらが高橋留美子がこう死んでからアニメ化されたりすると 結構原作レイプとかされちゃったりするんじゃないですかね。「ランマ2分の1」とか。「犬や車もう1回作る」とかね。僕はでも1時代を築いた人はその1時代で十分だと思うんですけど。うん、でもあだ,かだからこそ僕、平成「仮面ライダーに」に割と、うんうん あれ、二個作品の総選挙やるらしいです。うん、いいじゃない。僕だったら、人魚の森とメゾン一刻に入れるかな。みんなだったら、何入れる <laughs> みんなじゃないけど <laughs>。 割と時代感出るんじゃないの <laughs> ねランマーに入れる人もいればうーん思い出補正で犬屋舎かなーいやね犬やしゃに入れる人もいると思うんですよね。だからいいんじゃないそうやってみんなが参加できるものを作ろうっつって NHK がやる分には。ただ怒られんだろうな。あの 受信料取ってそんな番組やるんじゃねえっていう人も少なからずいるだろうから大変だねなんかでもまあ NHK はそういうアニメコンテンツとかに割とちょっかい出してきますよねあの BS 漫画やはとか今やってるかどうか知らないけど あるかからなんでしょうかねあとはまあ、うん、スポンサーとか関係ないから NHK はそ,その辺が強いのかもしれないねしがらみのなさというかあのー まあ民放を下げるわけじゃないんですけど民放がやるアニメ特番って面白くないでしょ声優グランプリとかさ声優の一番うーん一番を決めようとかっていうなんかあんまり興味そそられないのをやるけど一応 NHK がやるアニメ系の番組はそういうのがさ ちゃんと作品が好きな人が見て大丈夫なように、えー、作ってんじゃないかなとは思います。他の番組よりは。うん、こんなもんでしょう。 今パンフレットにある写真を見ながら書いてんだけどもうちょっとだねもうちょっとなんか細かい写真欲しいなあ,あインターネットにある写真見ながら書くと。 ブレちゃうからさ僕はやっぱて手で左手で持ちながら書かないと駄目な人なんだろうなと思うねこういうのやるとね。左手で写真持ってそ,そ,それ見ながら。 書かないともう。これはもう若い時からの癖だから、こうじゃないと書けないっていう方がダメなんだ。昨日も夜に博物でアニメコンテンツの番組やってたけど、その番組はアニメソング中心の番組だったよ。<laughs> うん、だから、そういうのが好きな人は、そ、それを喜ぶわけでしょ。で、民放でやれるのはさ、なんかアニメ声優が出てきて、キャッキャウフ,フフする。 しょうもない番組をやってしまうわけでさ、あのー、そう、あのー、NHK いいんじゃないの <laughs> そういう意味では。よいしょぶっ潰すって言われてるけどまあぶっ潰すって,だってあ,れあれなんだっけスクランブル放送にしてくれればいいだけですよっていう見ない人には映らない。 ようにしてくれたら僕らはいいですよって言ってるだけなんでまあお金払える人はこれからどんどんそういうねより搾取される対象となるだけの話なのでそれでいいのかなとは思うんですけどね、うん。 まあでも NHK 以外は面白い番組やってないからね。問題はそこだよね。うん、NHK 以外が面白きゃいいんだけど、面白くないから、あれだよね、NHK 見れなくなったら多分、テレビ見なくなるよね。<laughs> 民放のやってるあの旅番組とかやってるでしょ、サンドウィッチマンとかが。 どっか田舎に行ってさな,なんでか知らないけど歩いてさ、あのー、地方のおいしいものを時間なんか帰りの時間は決まってるからその帰りの時間までに急いで行って食べたりとかする番組あるでしょ何が面白いんだろうと思うのよ。その制限時間が決まっててさ旅を楽しむよよよ余力もない。で天気に左右されて雨とかズワーって降ったりとかしたらさ もうさ「いやあ」なんつってさ「どっか雨宿りできるところ」なんつってさあのその旅のよさすらないただ歩いて疲れた疲れたっつってさあの足が棒のように疲れたとか「っい」とか「寒い」とか言いながらさあれの何が面白いんだって話でしょだか,だからやっぱ民放はちょっと僕はレベルが低いと思うんだけどいかがなものか。 そんなことない,い民法レベル…だから…人それぞれ、違う内容だってあるし…うん、ああそうかだろ。なんかね、スクランブル放送がもし実現したら テレビそのものが誰も見られなくなるような気がします。ニュースの速報性だって今はインターネットの方が強いしさ。 どうせテレビのニュースにはなんだろう透明性みたいなものもないしもうみんなそれ分かっちゃってるから <laughs> ねえ誰も期待しないでしょテレビのニュースになんかどっかで圧力がかかってさねあのジャニーズのタレントが逮捕された時は元メンバーとか。 白くないいって人の方が多いと思うようーんあ,あ本当僕はやっぱ「ダーウィンが来た」とか知的な番組やってくれてからまだマシかなと思うんだけどあ <laughs> こんばんは,ああこんばんはよろしくお願いします。 僕もやっぱ「ねほりんぱぽりん」とかは好きじゃないですよあの弱者を捕まえてあのまともに聞いてるふりをしながらこう,うん,なんか外れた生活をしてる人を好奇の目で見る番組だからあんま好きじゃないんですがあれ好きな人の神経疑うね僕は。えー <laughs> しかかもけど、はい、ジョーカーカは見るるに値する映画でしたかうーんとね見ない方が幸せですでも見るとあの少しだけあちょっとたまには誰かに優しくした方がいいかなって思える映画ですじゃないとしっぺ返し食らうから <laughs> そういう映画ですよ ありがとうい,いいえ、うん、あのまあまあジョーカーの映画の話はまたある程度まとまったらね自分の考えがまとまったらしようとは思うんですけどあのまあジョーカーの映画の感想割と僕ここ何日か追っかけてたりするの今日見ましたっつってさすごかったとか言う人がたくさんいるわけですけどあの 優しい主人公アーサーがって言ってる人は僕信用しないようにしてます <laughs> アーサーって優しかったかと思うから、うん、そ,それなんで優しい男っていうかっていうとあの映画の CM でそのや優しき男が的な触れ込みでやってるからなんだけどだから 公式がが言ってることとだだから間違いないなろうと思う思んですが僕はそれはすごい公式がやってるミスリードだと思うのでまずこのジョーカーという男の人間像をちゃんと掴んでる人がどんだけのレビューしてんだろうっていうところで見るのであの,でしょうあのそ,そこで割と僕は排除してますねあの <laughs> 意外にその なんでこんな優しい人が傷つかなきゃいけないんだろう的なとんちんンなこと書いてる人とかがいるから僕はやっぱ最初からこの人は頭がおかしい人だっていうふうに思った方が自然なので,でももう子供に優しかったりまあ隣人に優しかったりっていうのはあれは 言いつけを守る信念でやってることなのであの感情としての,その慈しみ優しみとはまた違うんだよねそう,そういうのに触れる描写ってあれ書かれてないですからそこじゃないと思うんですけどねと思うんだけど普通に朝優しいのにかわいそうとか言ってるトンチンカンなのとかうわーってなるはハってなったりとかしてね あとやっぱなんだろうね人は心ないものにほど共感するっていうのはこれはまあよくできてましてねあの日本でジョーカーが公開されてやばいやばいって言ってるけどあの本当にやばいやつは日本の映画館なんか高くていけないし あのー、こ,これに影響を受けることはないよかったら日本ゲラゲラっていうコメントがあってさあのー、そのコメントに万件いいいねねがついてんだよ、ね、<laughs> あのすげえあのそういう差別するところがこのジョーカーが意わんとしてる差別と無関心なんだぞっていうところなんだけど皮肉だよなと思ってね <laughs> 結局は攻撃する対象がないとあのレビューも受けないっていうさいうのとか見てね、うん、あもうまた気持ちが暗くなりましてよ。だからこういう人がいるからじゃねえかよというね。<laughs> だから世の中ってそういうふうにできてんだって言えばそれまでですけどひどいね今日ホリエモンが何だっけ手取り14万の人のあの日本が間違っているんじゃなくてお前が間違ってるんだよツイートを知ってる方いらっしゃいますかえっと自分の手取りが何十年も会社に勤めててずっと14万円だとんで えー、こんな日本話に誰がしたっつう怒りの言葉らしいんだけどそれはでも14万しかもらえないあなたの能力の低さなんですよっていうことを堀エモ門が「あの <laughs> バカじゃねえの!」ってまで言ってたりとかする感じね。あ,のあれはちょっとすごかったね。でも僕も堀エモ門の言うことはごもっともだと思うしさ。 でもわざわざあのわざわざ捕まえて言うことでもなくねえって思ったりもするんですよ。<laughs> だからお前は間違っているっていうふうに言う感じね。でまたそのホリエモンのまあこれ Twitter の出来事なんだけどホリエモンのページに行くとさそのホリエモンの大したコメントに対してさ 絶賛の嵐なんですよ僕はそれが怖くてさその人間がいかにこう汚い生き物かっていうかいやでもそのあ頭沸いてる人を今度持ち上げる人たちがさちょっとでも小銭欲しい人たちがあそこに集まるわけよあのだから堀右衛に近づけばビジネスチャンスがあるって思ってさあの 手をすごいですね堀エモ門さん私もそう思いますなんつってさ胃の一番にそういうことを言う人たちがいてさあのもう僕はそ,その図が気持ち悪いでそんなのに否定意見なんかその場でしようものならさあの,あのそっちの方が あ悪者というか今度さらに攻撃の対象になるわけだホリエモン組のお俺たちのホリエモンに向かって何言ってんだっつってそうやってあのホリエモン様だぞみたいなさ感じにするとあのホリエモンに気に入られるかもしれないっつってさあの行動する野郎とかがいるからさいるだろうなと思うからあの余計に。 嫌になるねそういうのねでそういういのの縮図ででっかいのになってくるとあのね関西の原発作る作らないって言って今死人に,に全部悪いことを <laughs> 押し付けようとしてるあのね関西電力の3億円もらったもらわないって話なわけだけどよくわかるよ3億円払ってでも仕事が欲しい人が上げてんだからじゃあそれでいいじゃんってなりませんかね。<laughs> あの 人間ってそういうもんだろうっていうふうになんでみんなその成人君子っぽく言うんだろうなと思ってさ自分たちも勝ち残るために受験レースだろうとなんだろうとさ人より勉強したからとかっていうこととかさでもそれはあなたが勉強した以上に親が賄賂を渡してたかもしれないわけですよ。独占だから受注に問題はない,はいうんあの まあ独占禁止法とかいうやつだってその後付けでこういうのいけないよねっつって書いてるだけなんでさどうなのっていうのがあるんですけどまあその辺がねなんかいろいろ思うところがありますだからそういうのをジョーカーとか見るといろんなものの見方が特に お笑い番組なんか見る見るる方が変わってくるね、うん、<laughs> おすすめですよなん。どのお笑い番組もあのわ笑って見れなくなるから。あこれはジョーカーのシーンで出てきて悲しいシーンと同じあの形の笑いだっつって。映画館で笑えなかった人はあれだよ。あらゆるこうお笑い番組とか人をバカにしたりとかする、うんうん、番組とかね。 み見たところでね、だからね、今年の m 1グランプリとかね、一切笑えないと思うの。ああのもし笑えてるんだったら、やっぱ映画で言ったメッセージなんか誰も受け取っちゃいないんだってことだからさ、えー、そういうことなのかなと思ったりとかしてます。だから僕は今、そんな中で、ジョーカーがかけるといいなと思ったんだけど、このジョーカー、なんかお笑いの人に似てる。痩せてるけど、あ,ーあの、 さ最近ジャングルポケットの真ん中の一人に似てる <laughs> 僕が下手なばっかりにジャングルポケットの人になっちゃったハロ <laughs>、えー <laughs> <laughs> うんあハローワールドよろしくお願いします 世の中あんま何が正しくて正しくないかなんていうのはう <laughs> んやっぱあんま関係ないんだなと思ってねまあ皆さんは皆さんの信じるものを信じてください軸は頭よえっ何が映画 僕はまあ頭いいっちゃいいんですけどど,どういう意味だろう呪文字ととかか嫌いいそそうとかそういう話ああもう小説なんかは一番あの僕は好みが分かれるというか僕はだのほ星の王子様」っていう子供向けの絵本というか、うん、やつがあるんだけど。 そ別にそれ以外いらないからさあのもうあれに全部詰まってると思ってるからこの世の中で起こってることっていうのはそ,それ以外の物語を読んでも別に何とも思わないね。 最近だとほら又吉さんっていうお笑いの人が火花ってやつでね芥川賞を取ったとかさ劇団一人とかお笑いの人がいろいろそういう才能を開花させてるとか言うけどでもそれはあくまで文字を覚えた人が文字の使い方を変えて。 なんだろう普段そういう文学的なことをしないお笑いだっていうギャップのみでうんあの頭角を現した作品だから別にそれはどうなのっていう気はするんだよねどのまああとそうねあのあのわ割と僕はその 読むものが偏ってて今晩はよろしくお願いします。あとだいたい23行読んで面白くないって思ったものは読まないからさ、うん、若い時ね赤川次郎とかね読まなきゃダメかなと思って割と一生懸命読んだ時期があるんだけどねこいつの作ったやつ読むだけ損だって気づいちゃったんだよそしたらさ あのでも赤川次郎ってそういう意味でベストセラー作家だからさみんな赤川次郎の書き方真似て書き始めるわけでその僕集大成がライトノベルとかナロー系だと思ってるから、あのー、見れないのよの <laughs> だから僕は頭がいいんじゃなくて。 うんだからそ,それがうう受けるし売れるまず第一歩だからねしょうがないんですけどんなんかね嫌なの <laughs> またまたこれだと思うから結局着地点も一緒だろうしその発想のも近いところがあるんだろうからあえて見ることはないだろうなと思うだからあれで、ね、トールキンの指輪物語とか、うん ね、本当は僕はあれだってさあの原文で読みたいんだからあの日本語訳で読むのは正しくないなと思うからさ「<laughs> ハリー・ポッター」とかもね「赤毛のアンとかもそうか自動文学が多いんだね僕読むのねああそれは絶対しないなぜならそのあの作者が勝手にストーリー作るから あのご都合主義でこうねあの僕はもうそ,そういうの嫌なの, <laughs> あ,のあえてミスリードしてるのにわざと引っかかるのもどうかと思うので予想は絶対しないですあの裏切られてどうとかいうのじゃなくてあのそうしないとストレスになっちゃうからねえじゃあ だからあ,あこの人はこういう話が作りたかったんだなーっていうところに落ち着かせるからさよくあのミステリー小説とかワクワクして読める人いんなと思ってさあんなの作者のさじ加減じゃねえかよと思うからさあのあんまり良くないミステリーとかは特にねあのあれなんでこの人が犯人なのとかさ急に出てくる感じとかさ。あの ねでもみんなそれはそういうもんだと思って納得しちゃうからさあのそれでいいんだと思うんだけどあ今思ったこれ荒木ひ彦とか多分好きだなジョーカーな、えー、多分今頃荒木ひ彦も「ジョジョの奇妙な冒険」の作者なんですけど多分これめちゃめちゃ書いてて。 半年後のウルトラジャンプのジョジョリオになんか反映されそうな気がします。<laughs> 絶対好きだわ、この人。で今、イラスト描きながら僕も時計仕掛けのオレンジ要素も入ってんのかなとかね。でもな、この映画にキューブリック要素はねえだろうなとは思いながらですよ。 ですけどまあとにかくその予想しながら見るっていうことは何だろうね本当に心の余裕がある人がやれるんだろうなと思うので僕は心に余裕がないもんですから <laughs> できません <laughs> よく偉いねみんなねそういうミステリーとかああじゃねこうじゃねえっつって、うん だからあの映画でもそうだよあのラスト、ラスト10分、あなたは必ず裏切られるとかいう映画をさ、裏切られに行ってるんだからさ、<laughs> あのもう自分で考えるのなんか無駄じゃん。<laughs> 僕はそう思うんですよ、うん。だから僕はその推理小説なんかもあの後ろから読む人だからあの、悔しい思いをしないためにね。 ああわかった。最初の設定でこういうやつとこういうやつがあってこういう事件があるんだな。よしわかった。ケツから読もうっていう <laughs> そういうタイプの人です。じゃあ。金払ってるなら、うん、金分かってるトリックだって白紙化されるよ。ああ,あ,あそうね。そそういう見方もあるね。コロンボの原作本は読んだことないです。 えそもそもコロンボってあれもともとテレビドラマシリーズなんじゃないのってことでテレビドラマの話をノベライズにしたっていうだけなんじゃない違うの

から、独自に書き起こしたもの。うん、脚本から小説化したものなど、携帯は多々存在する。あ,あ、そうなんだ。僕、あれ、刑事コロンボって、テレビドラマでオリジナルだと思ってた。昔、ね、から始まるからね。あ、あ,あ、そう、そう、そうね。そういうことね。うん、日本でいうと、古畑任三郎タイプでしょう。ん。そう、そういうことね。<laughs> そういえば、古畑任三郎の監督の人が今。うん 記憶にございませんとかんんんんとうんまあそ,それができる人は本当心に余裕があっていいなぁと思いますよ僕はそれができない何、うん、<laughs> だろうねほ翻弄されるのを分かってて翻弄されたくない感じとか、うん、<laughs> わかりますかねミスリードされたくないんですよ どうですびっくりしたでしょうっていうふうにみ,みんなだから優しいんだよねああびっくりしたって言える人だから偉いと思うんだよね素晴らしいと思うんですそれはもう才能というかほんと心優しい人だなと思うんですよねマナーとしてねあのやれるんだから偉いなと思います あ僕それができなくてねでもそうねこ,ここ近年で面白かったっていうか最後まで嫌みなく読めた小説っていうのはチームバチスタの栄光かなあれも医療ドラマのサスペンス系というかミステリードラマでしたけどあの あれは割と面白く読めたよ。だから結局はその,その小説家がどういう文章が好きであのいやあのその好みと合うかっていうだけだとは思うんだけどまあなんかあれだねいちいち気に障る文章がいっぱいあって僕は小説なかなか読めません。<laughs> あれは、 あれは何なんだろうなすげえ読めないんだよね。うん、あとチームパチスタが読めたのはきっと知り合いのお医者さんの境遇にちょっと似てるってところがあったりもしたんだろうなとは思いますけど。 あ、割と割とあこれこの、このホワキンはとてもホ,ホワキンっぽくで、出たできてできましたねよかったこ,これをベースに書こう、うん、ああもうパンフレットに残ってる映像なくなっちゃったあー <laughs> なくなっちゃった <laughs> もうないよ いやパンフレット、本当にね、今、まあジョーカーの映画のパンフレット見ながら、まあ、そこに載ってるやつを模写してるんですけど、本当映画秘宝かなんか買ってこねえとだめだな、これな。参考画像が少なすぎるよ。本当にこの今回の、ああ、そうだ、ジョーカーのパンフレット、どっかの映画館で売り切れたんだってね。えーのー ほ欲しかったんだけどもう売り切れて買えませんでしたっていう人とかがいてよいしょみんなだからちょっとこれは欲しくなるんだろうねジョーカーの、えー、あこ,この話のもっと詳しい何かを知りたいっつってパンフレットになら載ってるかもしれないっつってみんな買った結果なんだろうけど ないそうですよ今多分欲しい人はプレミアで、うんえー、いついてオークションかなんかで3割増しぐらいの買ってるかもしれない。 うっていうのはさなんだろうねみんなが、まあ、クイズ番組なんかでもそうなんだけどあのみんなが本当は興味ないことをねえねえ知ってるっていうからうざいんだろあの僕は今とても本質的なことを話すけど本当は興味ないんでしょそのうんちくとかさだから嫌いなんでしょ あのこ,こ,この料理の本当の発祥はなんちゃらかんちゃらでとかってさ知らねえよって思うからなんでしょ <laughs> 僕そう思うんですけど <laughs>、うん、い,いらない情報を持ってくるっていうところなんじゃないのかなだから僕多分クイズ番組も苦手なんだですよあの特に最近のあの、うん 大悟の弟がやってるクイズとかさ解く価値もないと思っちゃうんだよね。あの何の生活の役にも立たない。ただ今その何だろうあの新しい発想を持つことが大事とされてますっつってさ意地悪クイズの解き方あのねな何の番組で見たんだっけな。あのえ <laughs> っと 子供向けの番組でこういう四角で囲った線があってさこれにこの四角の角に、えー、円をつけなさい <laughs> とかいう番組があってさあまあ大体こうねあのいろんなパターンがあるですよね。 えー、だからこの円をつけなさいっていうのが図形の円だと思ってさ「丸なんてや,つやっちゃうとさそれは間違いですってなるあの。これどういうあれかっていうとここにこう線を引いて漢字の円にするのが正解なんだってバカかと思ってさ。<laughs> だから先入観とかでこう,こういう問題でこれは言ってないでしょみたいなところをさ全部ついてさやっていかなきゃいけない問題とかあるけどさ何だろうあのわざとそれっぽい問題にして騙してるっていうだけでさそれはあのー、何の得にもならないんですよこれは。そのまだ一個その あの定理を1個覚えた方がいいんです数学の定理1個覚えた方が頭良くなるんですよこんなこんな円って感じで書,い書くことでさじゃあこの円って書いたこの一番下のところとかさ漢字で書く部分のさ羽とかさ全部どうなるんだよって話ですよああのイライラするんですこういうなんかねこういうの考えた僕頭いいでしょみたいな。 <あ>の <laughs> やつすごい僕は嫌いだったりするんですがそこなんじゃない嫌われる原因ってあのうんちくさんが嫌がられるああそうだそうだなってでその「へえ」とかいうのをこう強要してくる感じとか全部含めてなんじゃないかなと思いますけどいかがでしょう うん、ってことなんだと思うよ。僕もまた今バカにされましたけどね。えー、いいよ。いいさいいさ。いいさ。<laughs> いいさいしょ僕程て、はいうんうん。ああもうなんかもう嫌だねそういうのね。いやいやいやだね。 あと今、ラグビーが、ね、なんかびっくりしましたね、怒涛の3連勝だそうでございまして、<laughs> うさんくせえって思ってるのは僕だけかもしれないですけど、あの裏でお金とかもらってるんじゃないのとか思ってたりも <laughs> しているんですが <laughs> ー、なんとか盛り上げようとしてるんだけどあのあの、ラグビーの大会のテーマソング、あれ、B’z さんやってらっしゃいますか あの歌、僕、好きじゃないんだけど <laughs>、また好きじゃない話をして申し訳ないんですけど、あの、なんていうかな、その定年間際のおじさんの歌に聞こえちゃってさ、ゴールはそこじゃない、まだ終わりじゃないとかいう歌があるのね。あれ,あれがね、割といろんなとこで流れててね、僕はもう辛くてしょうがない、あれを聞くのが。あの いやもう終わりでいいだろうと、十分、十分僕たちは頑張ったんだから、別に次の世代にバトンタッチしていいと思うんだけど、な,なんだろうな、ビーズさんもまだ終わりじゃないっていうふうに思ってから、こういう歌になるのかな、ビーズさんももう、割とこう、もう人気十分取ったから、もう引退していいんじゃないかなと、こうね、この歌を聴くと思うんですよ。 あのウルトラソウルとかで弾けてるところでもういいんじゃないもうみんなにウルトラソウル兵で認知されたからもういいじゃん <laughs> 引退っていうのもーズさん考えた方がいいんじゃないかなとこう余計なお世話なんかを考えるぐらいにあの歌が嫌いです。<laughs> あの往生際が悪い歌として <laughs>。 えー、あの諦めないところがかっこよくていいんだっていうことなんでしょうけどあの僕はちょっと,僕,ちょっとあ、ねうん、僕は本当いつも面白くて申し訳ないね、うん、あ思うんですよなんかね嫌だねだ僕ビーズ嫌いでもないし別にラグビーに恨みないんですけどあの歌は どうなんて思ったりするまあでも米津玄師の「馬と鹿」っていうタイトルもよくわからないし <laughs> 僕にはわからないことだらけですよ。なんで馬と鹿にしたんだろうな。何に対してのあれ「馬と鹿」でバカを連想させるようにしてんだろうなと思ってさ、うん、売れたことによるなんか嫌なことが増えたからなのかね。<laughs> 米津さん、せっかくなかなかそうやってねあの初音ミックのプロデューサーからあそこまで出世する人もいないだろうにう <laughs> 売れたら売れたで問題があるんだなぁと思ってさ大変だねと思ったりはしております。 でまあヨネズ・米津玄師とビーズのそのねゴールはそこじゃないっていう <laughs> 今日本今ゴールはそこじゃないっ,つってラグビーになるとなんか違うシチュエーションを連想してしまうな。あ、<laughs> 違う逆逆そこじゃないそっちじゃないっ,つってオウンゴールを決めてしまう歌になってしまうな。あーあの。 なんかね僕今ね、えー、これホワキンを書いてるのになんかおぎままみたいになってるとことかね難しいな今こう苦しそうに笑ってるホワキンを描いてるわけですけどリトグリと嵐のやつしかわかんないなああ。あ <laughs> ま、年は十分ひねくれてるな、はいうん、ひねくれてるただな,なんだろうなまあでも僕が今終わりに差し掛かってる年齢だからあの歌が響いちゃうんだろうなと思うんですけどねビーズさんの歌がね、うん、なんかもっと能天気なウルトラソウルみたいな歌がやっぱ僕は好きだなって思っちゃうから、うんそ,ううん、そうなっちゃうかな ひねくれではあるなとは思う。ただ、本当なんか聞くたんびになんか耳を塞ぎたくなるのはビーズの歌です。<laughs> もうもう,もうだいぶお金儲けもしたし、ビーズさんいいんじゃないですか？って。<laughs> あのでもあれよ。あれよりひどいというかずっと歌歌い続けてる人一人見つけちゃったんですよ。小田和正見つけちゃったんですよ。 小田和正すげえなあの人七十何歳かでコンサートやっててあの声質が全然変わらないだからあの高い声出すおじいさんはい時,時,時代に任せろと言われてもって気がするよ、うん、ああそうか<ら>そうかジュリーもすごいよああジュリーもすごいのああそうなんだ、うん そうねジュリー人気がすごいね、うん、ワイドショーになんか取り上げられてた時ありましたね、うん、そういえばねあの小田和真さんも「ララララララ言葉にできない」ってずっと歌い続けてずっとあの高音をキープし続けてるから大したもんだなと思ってさ ああやって歌を歌う人はね、ずっとああいうコンサートとかやってんだなと思ってね。偉、うん、いなあと思ったりとかしたところでございます。よし、今日はここまで、ありがとうございました。あなたに会えて本当に。ららら。 先月プレミアム解約したらまともに見れなくなったな。 いやー、申し訳ない。スイッチ切るの忘れてましたね。えー、終わります。ごめんごめん。ごめんごめん。よいしょ。よいしょ。終わります。はい。